こんにちは、けいこです。今日もちょっとインスタライブの時間予告できなかったんですけれども、今日はですね、ちょっと予想外なことがいろいろと起きましてですね、ちょっとゆっくりインスタライブの話する時間が取れないので、明日ゆっくりですね、またちょっとお話できればなと思います。明日の時間は後ほど、予告します。それから明日はですね、クラブハウスとフェイスブックの方もありますので、あ、キシンさんこんばんは。すいません、今日は、多分 2,3 分しかお話できないんですけど、今日はですね、一つだけご紹介したいんですけど、このロマンチックストラーセ、ロマンチック街道公認ワインがありましてですね、ベックシュタインという町のワインなんですけれども、こちらのベックシュタインもですね、私の今回7月10日から歩く予定のロマンチック街道、このベックシュタインというところ泊まりますので、こちらでですね、ロマンチック街道公認ワインを飲みたいなと思っております。ということでですね、明日のライブは、明日はまず、クラブハウスで耳で聞くオンライン旅行があります。それから Facebook と YouTube の同時配信で、いつものですね、ロマンチック街道の、またお話をさせていただきます。その後ですね、インスタライブになると思うんですけれども、それはまたですね、ちょっと時間改めてストーリーの方で告知させていただきますので、はい、ということで今日はこの辺りで失礼したいと思います。キシンさんありがとうございます。それでは失礼します。